電子レンジでお好み焼きが作れるらしいので、電子レンジでお好み焼きを作ろうと思います。載ってる写真を見ると、まあ、お世辞にも美味しそうではないんですけど、レンジだけでお好み焼き食べれるっていうのは結構魅力なので、とりあえず作ってみようと思います、一回。関西人の魂なので、どの程度できるかっていう感じですね。検索すると、材料がキャベツ150から 200g、小麦粉 100g、だしの素小さじ2、山芋 50g、卵が1つ、水 160cc、紙コップでいくと8割。で、肉、ベーコンとか、豚肉とか、まあ牛肉でも、まあ牛肉はあんまり入れないような気がするんですけど、肉系お好みのもの、もしくは海鮮を適量。で、ソースとマヨネーズが少しずつと、鰹節、青のりが少々。卵は半分分だけ作れないんで、まあ2枚になっちゃいますね。これが材料で、作り方は、キャベツから水までをボウルで全部混ぜて、で、肉類を乗せて、温め5、6分。で、ソースとマヨネーズを塗り、鰹節青のりかけたら完成。という感じですね。この温め5、6分っていうところで、まあ、いわゆる鉄板で焼く部分、すべてを担ってると思うんですけど、まあ、ちょっと不安ですけどね。まあでも、お好み焼きってまあほぼパンなんで、パンを膨らましてると思えば、まあそこまで不自然ではないのかなという気もしなくもない。まあ作ってみりゃわかりますね、なんしか。材料は、キャベツはサラダ用の刻みキャベツ。あれは 170g 入ってるので、あれを1パック使います。で、小麦粉、だしの素、山芋の、この粉の部分は、お好み焼き粉で代用します。お好み焼き粉に、だしも山芋も入ってるんで、お好み焼き粉 100g に変えます。肉系は、ベーコンと、冷凍の海鮮を使って、調理方法はまあ、試しにやってみる感じなんで、とりあえず5分温めて、様子見て、って感じですね。なので、最終的な作り方は、材料、生地2枚分、卵1個分ですね。刻みキャベツ 170g が1パック。お好み焼き粉 100g。紙コップでいくと8割ぐらい。で、卵1つ。水 160cc。これも紙コップ80%ぐらいですね。ベーコンハーフ4枚。冷凍の海鮮少し。で、ソースとマヨネーズが適量。鰹節、青のり少々。これが材料で、作り方は、キャベツから水までをボウルで混ぜる。平らな皿にベーコンと海鮮を乗せて、その上に生地を流して、温め5分。で、ソース、マヨネーズ、鰹節、青のりをかけて完成ですね。電子レンジで肉系とかを調理するときに、ちゃんと火を通したいときは、なるべくボウルとか皿とかに触れるように置いておくのがいいですね。皿とか自体が熱くなるんで、その熱で結構調理できるんですよね。で、なんでそう思うかっていうと、実際5分ぐらい熱した時の、取り出す時のボールの熱さって言ったら、何もタオルとかなしで持てるかなと思ったけど、まあ、とんでもない話なんで。なので、どうしても火が通したいものっていうのは、なるべく直接当たるように置くといいと思います。というような感じで作ってみて、まああんまりうまくいかなかったら、二度と電子レンジでお好み焼きは作らなくていいと思うんで、そんな感じで、エンター。
それでは、いただきます。なんか途中、見た目が絶望的になった割には、なんとか持ち直した感じがしますね。いただきます。うん。うまい。味はうまい。完全に火は通ってますね。途中完全に焼けてない感があったんですけど、見た目だけでしたね。ちょっともんじゃ焼きにしようかなと思ったぐらいなんですけど、持ち直して味はうまい。うん、固まってる。お好み焼きの表面はまあもともとちょっとまあ見て気持ちのいいものではないから、途中の見た目さえ乗り越えればめっちゃ美味しいお好み焼きができますね。エビもうまい。